株式に関係する変数の関係株価収益率とは株価の状況を判断する指標の一つである。株価を判断する情報として株価純資産倍率とともに重要視される。日本では当事後を取った略称の PER と表記するのが一般的である。アメリカ合衆国では PE 内しポリエチレンと表記するのが一般的である。 株価収益率は株価を一株あたり等基準利益で割ったものであり、次の式で求められる。株主の側から見れば、利益がすべて配当に回された場合に何年で元本を回収できるかという指標として見ることができる。一方企業の側から見れば、株主からの出資をどれくらいの利回りで運用しているかという指標の逆数と見ることができる。また、株価収益率は、 時価総額を当期準利益で割ったものと言い換えることもでき、次の式で求められる。利益が減ると株価収益率は増加することとなる。一般に株価収益率が業界平均値と比較して高いときは当該企業の株価は割高とされる。株価収益率には決算により確定した純利益をもとに算出される数値と期末で予想される。 純利益をもとに算出される数値があり、株式市場では一般に予想 PER が重視される。予想 PER は当該企業が半期、四半期ごとに公表する決算予測をもとに算定されることが多く、その適中性や信憑性に対するスタンスの違いにより利用には慎重さが求められる。 一般的には予想 PER の算定根拠としてアナリストの予測が採用されることが多い。株価収益率の逆数がますます周りである。株価水準が PER イコール20にあるとき、その時点での駅周りは1、20となる。また駅周りに配当成功を乗したものが配当利回りである。ますます周り、配当利回りについても、 過去実績値による計算と予測値によるものがあり、算定の根拠には注意が必要である。株価収益率の標準値は14から20の間が適正とされるが当該企業の成長性に楽観的な場合は高 PER まで買われ、将来に不透明感が高い場合は低 PER で取引される。また石油や鉄鋼、海運など国際商品市況に業績が大きく、 影響を受ける業種は過渡的な経緯や国際的な落ち着き所としてセクター全体が低 p e r で取引されていることがある。不動産に対する投資収益率が構造的に20近辺であり、証券市場全体の株価収益率が20を超えて買い上げられている場合は株価バブルを警戒する必要がある純利益が過方修正されることで 高 PER となることがある。ニューヨーク証券取引所では、伝統的に14から20程度をコアとした株価収益率の推移を示してきたが、日本ではバブル景気崩壊後に株式の相互持ち合いが解消される1990年代頃までは、40から60内外の相当割高な株価で推移してきた。また、 新興市場では成長性を期待した取引が中心となることから、ナスダックでは60から80程度をコアとした株価収益率の推移が見られる。市場間、あるいは投資対象間での投資収益率の大幅な違いは価格変動の大きな波乱要素であり、投資対象、例えば企業収益などへの期待が、正不意ずれかの方向に大きく裏切られることなどをきっかけに、 急激な相場変動や市場の混乱をもたらす要因となる。ありがとうございます。